あ、どうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。1,2,3,4,5,6,7 11月に入って毎日動画投稿したいなっていうのを11月初めの動画で言ったんですけれども、13分の7かじゃな、今日動画1本上げるから8になるから13分の8か。いや、毎日動画投稿して、まあ、ちょっと場所移動しますか。そっち座りましょうか。最近ちょっとね、模様替えしたんで、一応明日の動画、たこ焼きの動画作りたいなって思ってて、まあ今からこれ作ってね、動画出せないなって思ったので、まあこれ明日の動画にしようかなと思うんですけれども、机とかね、買ったんですよ。机買ったけどちっちゃいかな、映ってないもんね。あとこれ大丈夫、水平取れてるか、若干あれ、前回このアングルにした時ね、この木がね、若干ちょっと斜めってて、水平取るのすげえ難しいんだよね。わからん。ということで、11月入ってから俺がですね、ハマったのがこちらですね。チェーンソーマン。チェーンソーマン。今ちょっとハマってます。あと最近これかな？別になんか商品紹介がためにここに置いてたわけじゃないけど。まあ、これはあれだね、シンプルに。これ延長コードっつうの？タコ足、タコ足、タコ焼きだから。タコ焼き映ってる？映ってないよね。アングル的にはこんな感じがいいのかな？ちょ、研究中。まあ、ということで11月中旬なわけなんですけれども、もう早いよね。すごい早い。ちょっと引いてるもん俺。もう来月12月でしょう。やだよ。まあ、ということでね、まあ、今日ね、ネット見てたら、中学生の下着がどうのこうのみたいな、学校の先生が生徒の女子生徒の下着を目視で確認して、校則で白と決められてるから白じゃない生徒にはダメですよみたいな、キモくない？なんかブラック校則みたいな、めっキモすぎてちょっとドン引き。あとちょっとアングルが上すぎ、ワロタンゴ。ちょ、アングル変えて、ちょ、アングル変えたい。うおー、びっくりした。お、よきよき。まあ、ただ、中学生の下着って、俺的にはピンクがいいかな。みんなって何色がいいの？中学生の。中学生でしょ？でも中学生俺性的な目で見たことはないけど。確かにね、中学生の頃の俺の時は同じためだったから、なんか性的な目というか、まあ、異性として見てたよ。見てたけど、ああ、でも確かに中学生の友達というか、女の子たちが全員下着白だったら、なんだろう、なんかちょっと変。なんかでも俺のところもピンクとか水色とか結構いましたよ。飲み雑する？なんか酒雑します？一応冷蔵庫の中お酒入って、まあ、今度やろっか。11月は、あとピアスね、一応開いてるんだけど、なんかピアスの位置黒色がね、ちょっとミスったんすよね。よし、行こう。ちょ、おしっこ。今日食べよっかな。明日で行くかな。ちょっと夜行バス調べたら意外と安くて、俺の思ってた以上に。四国までとか1万行かないぐらいで行けるらしいので。で、名古屋とか2000円でしょ？東京から2000円ぐらいで夜行バスで行けるらしいので、旅行行きたいな。ということで、明日はですね、たこ焼きを作る動画でーす。今から食べよっかな。どうしよう。今お腹空いてないんだよな。か、やめよう。ちょっと半袖になろう。あっち、暑がりか。今クーラーつけてんだよね。あたおか。